はい、どうも、こんにちは。ガクチャンネルのガクです。ちょっと間が空いてしまったんですよね。これ、なぜかというとね、パソコンをね、組んでました。で、僕の前のね、使ってたパソコンっていうのが、結構ね、やっぱり動作が遅くなっちゃってたんです。で、編集するのがね、結構時間が、何ですか？かかってた感じだったんですよ。まあ具体的に言うと、Adobe の、プレミアとかでこう動画編集してても、こうプレビューでね、映像がこう、まあ編集してる時に流れるっていうか、まあテロップ入れたりして、まあ、試しで、まあプレビューで再生やっても、こう、カクついてね、全然こう、カクつくどころじゃないな、動かないんですよ。で、結局は、プレビューができないので、あんまりまともにできないので、出力してね、から、まあ、もう一回見て確認して、ちゃんといけてるかな、くらいの確認だったんですよ。まあ、一応、動かないこともないんですけど、その、すごい、こう、時間がかかる感じになってたんです。まあ、年数から言うとね、もう結構長く持たして使ってたんですよ。もう5年以上使ってたんじゃないかな。まあ、その中で、やっぱりこう動画編集やるときに、負担が来てるかなと思って、グラフィックボードだけを、今積んでるのは、1080の Ti。まあ、1個前の方の分ですかね。それを買って、まあ、積んでみたりとか、まあ、メモリーちょっと増やしてみたりとか、してたんですけど、まあ、それがね、ちょっともう限界かなと思って。で、最近思ってたのは、いいカメラがね、欲しいなと思って、フルサイズのね、カメラが欲しいなと思って、そっちの方もね、なんですか、もう欲求あったんですけど。だけどやっぱり編集をね、まずスムーズにする方が大事かなと。まあ、パソコンはね、ほんと毎日使うものですし、まあそこでね、ストレスを感じてしまってたら、やっぱり、あんまりね、綺麗な映像撮ったら当然データ重たくなるんで、まあ、まず編集環境の方から整備した方がいいかなと思ってね、今回やり替えました。で、これもね、すごくね、もう組み上げちゃった後なんですけど、かなりね、ちょっとグダグダになってしまったんです。まあ僕結構ね、パソコンは自分でも、もうかなり前から組んでるし、まあ会社とかでも結構こう、なんですかね、やっぱりこう、スペックに合った、その欲求するスペックに合ったものってなると、なんか作った方がね、早いっていうイメージが僕の中であって、まあ変なものに予算投下しなくていいっていうかね、まあいらない機能はもう省いて、で、ソフトウェアもメーカー製とかの分買っちゃうと、なんかいろんなものが入ってて、僕にしてみたらもうそんな、余計なソフトは重たくなるからいらないっていう派なんで、まあ、だから自作の方ね、会社とかでも、まあ問題なければですけど、やって作ったりしてるんで、結構経験はね、あった方だと思うんですけど、もう今回ね、かなり予算を投じて、もう、買うって、自分のを買うってなった時に、大きなミスをね、してしまったんですよ。これね、また今からちょっと見ていただいてね、なんていうか分かってもらったらいいかなと思うんですけど、とりあえず前にね、撮った動画ね、途中ちょっとグダグダすぎるなと思ってどうかと思ってたんですけど、組んでるところとかね、は後でねちょっと見ていただいたらいいかなと、ちょっと流しますんでね、見ていただいたらいいかなと思います。で、商品のね、開封の方はもうね、なんていうんですか、ちょっとつまみつまみ、ケースなんかはね、組む前の状態とかもちょっと見ていただいたらいいと思うんで、まあ、後でね、また流しますけど、とりあえず使った部品ね、の方をご紹介しようかなと思います。これももう開けちゃってるんであれなんですけど、今回買ったのは、CPU は Core i9 Extreme っていう部分で、i9 の一番いい分です。i9 の 9980XE っていう分でね、これがね、あれですね、コアが18コアの、スレッドが36スレッドあるっていうね、
インテルの中では、すごくもう一番いいっていうか、まあ、あの G4 とかサーバー用の、CPU は別ですよ、ね、別としてはこれが一番多分いいと思うんですけど、こちらの方を買いました。で、CPU はね、これだけも20万以上するんですけど、なんていうか、動画編集で特になんですか、エンコード処理してるときに CPU すごく食うんですよね。で、CPU のコア数だけで言うんだったら、AMD の方も選択肢としてはあったんですけど、まあ僕なんかは使ってるのが、メインで使ってるのがプレミア、アドビの製品なんで、どうもね、いろいろ見てると、アドビの製品は、AMD の方の、CPU には、なんですかね、結局、適用してないっていうか、あんまり適用する気がないみたいなんですよ。もうインテル一択。だから、結局、なんていうんですかね、AMD の、CPU すごくね、まあコア数が多くて値段もちょっとお安いっていうかね、まあ割安感があるような CPU あるんですけど、そちらを買っても結局ソフトが対応してないんで CPU をフルに性能発揮できない状態になってしまうと。だからもう仕方がないのでインテル。まあ今回はね、僕もずっとインテルだったんですけど、一時ね、AMD に行ったこともあるんですよ。だけど、なんかやっぱりインテルかなというので、インテル戻ってきちゃってて、今回はね、AMD で組もうかなと思ったんですけど、そういうふうな理由で、結局、インテルということになりました。ね。はい。で、グラフィックボードも、だから、結局、あれですね、なんだ、あれね、ドアスでした。出てこない。結局、NVIDIA 系ね。NVIDIA 系の、分を使った方がいいみたいなので、まあ僕はね、今回グラフィックボードはもう買い替えずに、1080の Ti そのまま継続ということで、もうお金がね、ないということで。って言っても今回もね、全部もう、分割手数料 0% のローン、分割で買ってます。もうとてもじゃないけど、こんなん、一括じゃ払えないんでね。だってこれだけで20万円するんですから、もうとてもじゃないけど払えないんで、そうしました。だからまあ、さっきも言ったカメラのフルサイズはもう当分お預けですね。はい。で、まあ CPU はこれで、で、マザーボードね。まずマザーボードなんですけど、これがね、本当にミスってしまったんですよ。これね、これを最初買ったんです。全部一式でね。で、買ったっていうか、多分、カートに間違えて、最後入れるときに間違えて入ってしまったんですよ。で、買っちゃった。で、これね、まあ、ASUS のプライム Z390A っていうので、CPU のね、ソケットが、形が違うんですよ。この i9 っていうのには対応してないソケットなんですよ。これ大きなミスをしてね、で、これも開封してしまってからちょっと気がついたんですよ。本当にね、これちょっと失敗だったなと思ってね。まあ、結局、だからこれはちょっともう、またね、売ろうと思って、まあ、パーツ屋さんとかね、まだ本当に開けてすぐなんで、まあ一応ね、返品はね、できなかったんですよ。開封しちゃってるんでね。だからまあ、買い取りで買い取ってもらったらいいかなと思ってるんですけど、そういうことでね。で、結局買ったのが、この TUF の X299 Mark II という分ですね。で、僕の感じで言うと、あんまり高機能なマザーボード、なんていうか、Wi-Fi とか、あんまり、機能も載ってるね、マザーボードとかもありますけど、僕はもう有線で繋ぐし、まあ、最低限のね、なんですか、機能が、まあ、入ってれば、まあ、十分かなと。で、このマザーボードでも、25,000円か3万円、25,000円くらいだったかな、するんですよ。で、この系統の i9 系統のマザーボードで高いなら、マザーボードだけで6万とか超えてくる商品も、結構ザラにあるので、まあそこまではね、結局予算が出ないということで、この TUF の X299 っていうのに、しました。まあこれでもね、これ見えるかな？まあそこそこなね、ものはついてるんですよ。まあ M.2 っていうね、メモリーの、
まあ、ハードディスクみたいなもんですね。SSD 系統のもっと速いやつね。M.2 っていうやつがあるんですけど、そちらの方も2系統、ついてます。これもね、PCIe っていうのに、対応してる分ですね。シリアル ATA っていうのが、まあ、普通のハードディスクとかの、何ですか、通信形式みたいなやつなんですけど、これが、PCIe っていうのに対応してる分だと速いと。いうことみたいですね。そちらの方で、M.2 で またね、紹介しましたけど、組んでるんですけど、それが2本させるっていうのと、で、まあ、そうですね。まあ、LAN、まあ、ギガビット LAN はもう普通についてますよね、どんなんでもね。USB の差し口なんかは結構マザーボード買うときには気をつけないといけないんですけど、まあ、何口くらいね、自分がいるかっていうね、ところです。でこれが3.1 が、これがバックパネルに2つかな。で、3.1 の内部パネルかな。バックパネルに 4つまたついてるんですね。だから4つ、2個4つ、あ、だから系統が違うのか。だから結局は USB 3.1 は8、9、10個ついてるのかな。で、2.0 のポートが6個。ね、ついてます。まあ、あとは概要欄の方にね、また URL 貼っときますね。また見てもらったらと思うんですけど、こんな仕様のものを買いました。一個ね、ちょっとね、失敗したところもあるんです。多分さっき言っちゃおうか。ケースの方に、このフロントパネルね、ところに、USB-C のポートがあるんですけど、そのポートをつなぐマザーボードのこの基板のね、なんていうかな、差し口っていうのが、これないやつ買ってしまったんですよね。ちょっとそこまではね、確認しなかったんですよ。拡張ボードね、インターフェースのボードで後付けでね、こう付けれないかなと思ってたんですけど、今どうやらまだ USB のその3点、USB-C のやつね、C のやつにつなげるね、インターフェースカードっていうのが売ってないみたいなんで、まあそれはまた出てきたらね、買ったらいいかなと思うんですけど、まあ、そういうとこもちゃんと見ないとね、なかなか、失敗しますよね。結局は、このケースね、ケースの仕様と、このマザーボードの仕様っていうのもちょっと見ていかないと失敗しちゃうっていうね、まあ、ことです。僕もちょっとね、チェックがまずかったですね、ところもね。まあ、大体マザーボードの選択で失敗しちゃってるんでね、もうその時点でどうかと思うんですけど。よいしょ。で、あとは、さっきあれしよっか。どなた入れたかな。これもまた後で、まずさっき言ってた M.2 ね。M.2 っていうのが、これね、ウエスタンデジタルの、これも1テラの M.2 なんですけどね。これがね、リードライトともにね、結構早かったんですよ。だから、それで、こちらの方を買いました。はい。ということで、まあ、これはね、結構早いですね。実際、インストールしてね、使ってみて。ただ、ちょっと気をつけないといけないのが、結構発熱をします。なので、冷却ですね。まあ、これはケースでやるのか、それとも、こういった M.2 自体にヒートシンクをつけて、まあ、小型のファンつけるようなね、ヒートシンクも売ってるんで、Amazon とかでね、そういうのを買ってつけるかで、まあ、冷やすっていうことをちょっと考えてあげないとダメですね。で、僕の場合はまだ、ちょっと冷やすやつを買ってなかったんでね、ヒートシンクとかね。だから、今、Amazon に発注して、ちょっと、商品が来るのを待ってる状態です。まあ今回とりあえずこの M.2 の、ですね、ウエスタンデジタルのブラックの SN750 っていうのを買いました、ね。これかなりいいんじゃないかなと思います。であとはね、メモリーがね、これ G スキルでいいんかな、っていうところのメモリーに、を買いました。まあこれ中何も入ってないんだけど。仕様はね、型番か、F4 の 4000C19D の 32GTRS ってやつね。これね。だから規格は DDR4 の4000。オーバークロックして4000ですね。
16GB のメモリが2個ですね、はい、というような仕様の分を買いました。で今回ね、まあ、後で映像見てもらったら、組んでる映像とかね、ちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、結構キラキラね、LED がついてて光るような仕様の、部位になってます。正直、光るのは僕知らないで買っちゃったんですけどね、今結構その光るやつが、結構多いみたいですね。僕もあまり、ちょっと、そういうの考えずに買ってしまったんでね。で、あとは基板に載せるやつ、さっきね、これも、買っちゃったんですけど、これ何かっていうと、インテルの、その M.2 っていうやつね、まあ、仲間っていうか、M.2 なんですけど、これを、なんですか、ちゃんと対応してるね、マザーボードじゃないとダメですけど、それにインストールしてあげると、普通のハードディスクとかを使ってるときに、こっちの方をキャッシュ、データをね、まあ、一時保存っていうか、まあ、してくれるような、キャッシュとして使ってくれるような、M.2 になります。で、これもね、つけたら、かなり、そのハードディスクの アクセスが速くなるっていうことで、買ってみました。で、やっぱりね、まだまだ、結構大容量のデータってなると、ハードディスクに保存するっていうのが、主流だと思うので、特に、映像とか、取り扱ってくると、そういう風な感じになってきますよね。まあ、僕もその専門家じゃないんであれなんですけど、まあ実際自分が作業してて、やっぱりデータ量が重たい 4K とで撮ってったりするとね。だから、やっぱハードディスクのアクセスの、レスポンスは良くしたいなというので、これを買いました。これはね、32GB、の分を、買いました。これをね、さっきも言ってたように M.2 が2口差し口がないと、メインの、Windows を入れる、まあ、C ディスクね、システムディスクと別にこれを入れるということで、僕の場合は2口絶対 M.2 が1つ必要だったので、まあ、それは考えてね、マザーボードは選んでます。結構今は2つついてるんですかね。ちょっと僕もあんまり詳しくはよくわからないですけど、そういうところはちょっとね、考えて買わないといけなかったということです。基板に積むの、あとはグラフィックボードは、まあ、もともとね、持ってた、さっき言ってた、1080を載せてるんで、特に何もあれしてません。さ、で、あと、CPU もね、この i9 の分は、もともとね、このクーラーっていうか、冷却のやつは何も入ってないんですよ。もう CPU 単体でね、こう入ってるような、感じで、冷やすやつっていうのは何も入ってないですね。そのディテールクーラーっていうんですかね。もともとついてるですね。入ってない。だから、別に買ってあげないといけないということで、今回は簡易水冷っていうのを買いました。まあ前のやつね、前のパソコンも簡易水冷で組んでたんですけど、まあこういうふうにね、もうラジエーターとこの、冷却、CPU 冷却するユニットが一体型でっていうかもう組んである状態ね。で、なってて、もうポン付けでいけるような、ものになってます。ね。で、僕が買ったのは、まあこんな感じ。CPU の上につけて、これケースの上にね、つけて、ラジエーターがここにあるわけですね。車とかバイクとかね、同じように。で、それでこう、ケースの中の空気を吸って上に吐き出すっていうね、感じのものになってます。まあ、本格的な水冷なんかになると、多分、ラジエーターとか自体がもう外にあったりとか、まあ、パソコンのケースとはね、完全別にあったりとかするとは思うんですけど、まあ、そこまではね、ちょっとできないかなと。で、全部パイプとかも自分でね、設置してあげて、で、ラジエーターの冷却液も、ね、自分の方でちゃんとやってあげないとダメなんで。で、そうなってくると何かミスがあったら、こう、液漏れなんかしたらね、もう本当に大変なことになってしまうんで。まあ、やっぱり今、もしね、やるんだったら、まあ、やっぱこう、簡易水冷っていうのが、まだ、楽かなと思います。ただまあ、お値段はちょっと、多分でも、水冷で組むんだったら同じくらいするんじゃないのかな。ちょっとその、自分で組んだ方が安いのかもしれないですけどね。まあ、簡易水冷っていうのはちょっと、いろいろね、こう調べてみてても、ちょっと高いっていうふうにね、評価されてるんで、もしかしたらね、その、本当の水冷の方が、部品だけ買ってきて組むから安いということなのかもわかんない。
でもまあまあ、もしね、組むんだったらこんなんで組んだ方がいいと思います。はい、ということですね。結構だから大きい分ですね、僕の場合ね。ファンが3つ乗ってるね。これを買いました。これはエナマックスっていうところのね、メーカーです。僕、電源とかもこのエナマックスっていうところのね、前のやつとか結構好きで使ってるんですけどね。このメーカーです。であと、電源の方はね、1000W の電源を、買いました。これもね、エナマックスの方を探してたんですけど、在庫がなかったりとか、したもんで、それでも結局ね、これになりました。で、結局この80プラスのあの、チタニウムっていうね、品質グレードはかなりいいやつになってます。まあこの電源っていうのも、僕の経験上、パソコンで壊れるのは、やっぱりハードディスク。ね。ハードディスクとグラフィックボードが大体同じくらいの割合で壊れるかなと。で、あとは電源。これも下手なやつ買うと、まずいと。壊れやすいっていうかね。まずい。だから、そこのね、まず電源はずっとある程度使いたいから、ちょっとお値段張ってもいいものを買っといた方がいいですね。これ多分みんなね、自分で組んではる人は、大体ね、分かってはるとは思うんですけど。だけど、ちょっとね、安い電源とかもあるんですよ、いっぱいね。まあ、もう、ある程度ね、リスク覚悟で買うのはいいにしても、安定したパソコン作りたいんだったら、ちょっと頑張っても電源はいいものを買った方がいいんじゃないかなと思います。逆に壊れにくいのは、まあ、初期不良を除いてですよ。初期不良を除いて、壊れにくいのはマザーボードなんかはあんまり壊れないですね。あとメモリーとかね。そういったものはあんまり壊れないので。まあ、ハードディスクはもう消耗品なので、まあ仕方ないにしても。まあ、あとグラフィックボードはファンとかが壊れてたりとか、やっぱりもう部品の故障とかも結構あったりして、いきなりね、画面映らないとかはあるんでね。まあそういう風なところです。お金かけるとしたらやっぱり電源は結構頑張った方がいいということですね。はい。ということで、今、ザザザッとちょっとご紹介ね。今回組んだパソコンの仕様っていうのをザザザッとご紹介しました。だから、今回ハードディスクとかは追加では買ってません。システムを入れるのは M.2 に入れますから。あとは、もともとあった、その、ハードディスクを流用して、ちょっと付けて使おうかなと。という感じに、してますんでね。そういう仕様で作ってみました。で、ちょっとね、ただと話しててもかなり長くなってしまったんでね、前に撮ったグダグダ動画は、ちょっと次の動画ということでね、見た人だけまあ見てもらったらね、いいかなと思いますけど、とりあえずね、そういう形でさせていただこうかなと思います。ちょっと長くなりすぎましたね。はい。ということで、今日はこの辺で失礼します。また、次ね、できればシステムのね、どのくらい改善したかっていうのもご紹介できたらなと思ってますんで、よろしくお願いします。そしたら、今日はこの辺で失礼します。さよなら。